生は唯一無二の存在感を放っています。夜10時聞こえてくるテーマ、ピアノ速い、とても速いほどステーション。そして数々のヒット曲を持つシンガーソングライターの森山良子さん。心に響く歌声でオーディエンスを魅了します。とても仲がいいお二人のほのぼのスペシャルトーク、お楽しみください。いや、いい時間ですね。いや、むにゃーっとしまお正月、武道館のイベントでやってみたいことは？やっぱりお客さんからもし悩みもらって2人でその場で答えることができたら、一つね、これは面白いんじゃないかなって思いますけど、お正月だからあんまり暗くならないようにね、なんかパッと明るくしたいと思ってます。そうですね、あの音楽も、まあ、2人とも音楽を していますから、ふんだんに取り入れながら楽しいお正月だったなって思っていただけるような結果になると、あの笑いもあり、まあ、いい音楽も聴いていただいて、おしゃべりでみんなで盛り上がってっていう、なんかざっくばらんで楽しいライブになるといいなと思います。もしこのイベントでお二人に何かをプラスするとしたら、今どんなことをお考えでしょうか？プラス、まあ、今のところゲストをどなたかって考えてるんですけど、まだ決定はしてなくって、お楽しみにという段階なんですが、まあ、できたらそのお笑いと音楽両方精通してたりとか、お笑いで音楽やってる人、音楽だけどお笑いが好きな人とか、そういう感じでこう一緒に楽しめるような人だったらいいなと思いますけど。どんな方がいらっしゃるのか楽しみですね。他にも何かプラスするとしたら？プラス客？でもそうよね、プラスお客さん、うん、プラス客でお正月の武道館盛り上がりそうですね。それではここで清水ミチコさんのライブ映像をお届けします。夏祭り誰の憧れに迷う青空に残された私の心は夏迷う夢さえ笑顔でたの変な子ね。電話のおかげ。
な感じなんだけど、意外とさっぱりしてるっていうか、まあ万人に好かれて、しかも歴史長くみんなの健康を助けてくれてるっていうか、うまいことになってるね。うまいな。あ、なうまいなと思います。うまいな。計算しなさい。いいな。とんでもないのがいいな。いいな。私ってリンゴだからみたいな。お人よしか。そうですね、うん、柿でもいい。柿でいいよ。柿でいいよ。あのちょっとあの渋みもあったりえぐみもあったり、でも熟したら本当に柔らかくて甘くてとろっとろで、いろんな風に楽しめる
果物として、私柿がすっごくめちゃくちゃ好きなんですけれども、いろんな風にみっちゃんは楽しめる人だと思う。音楽も秀逸ですし、おしゃべり、それからお笑いっていうかね、そういう世界も全部あるんで、いろんなものが一つでいろんなことを楽しめるっていう意味では、はい、相方、うまいこと言うわ。納得です。はい。それでは時期がちょっと早いですが、今年を漢字一文字で表していただくと、お二人は何を選びますか？うわうわ、漢字一文字か。引退のいいかな。引く。ほら。引く？うん。だから安室ちゃんとか引退する有名人の人多かったし。相撲界からも多かったでしょ。スポーツ界からも多かったし、うんうん、世の中見てるね。さすが。どうですか、何かありますか。そうね、やっぱり進むっていう時間な。心お前向き、うん、なんかいろんなことがやっぱり災害とかも多かったし、いろんなことの中で元気を出して、やっぱりそれでも前に進んでいかなければいけないし、まあ、自分自身もまだまだどこまでできるか、どん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 もっと進化して進んでいきたいなっていう意味では、みんなで元気に進んでいきましょうっていう感じか、うん、今年はね、災害も多かったし。そうですね、うん、引くと進む、全く逆の漢字を選ばれるなんて面白いですね。それではここで清水ミチコさんのライブをお届けします。有名アーティストの雰囲気の音楽パロディ、お楽しみください。「あいつに負けるな」
ての敵とはどんなことなのでしょうか。教えてください。敵、なんだろうな。例えば舞踏館の舞台に立った時に敵はなんか受けるのかなとか疑ったりとかすることとかかな、自分は。森山さんなんですかね。やっぱり自分かな。自分がなんかへこんでれば そういうふうに出ちゃうし、やある程度のなんかこう自分 あの理想のラインみたいなものの上に自分自身のよが自分がそこをキープできていないと、まあ、そのためには、まあ、自分をきちっと律してお酒もほどほどにしてね行かなくちゃいけないしっていう、やっぱり自分といつも戦ってる感じはちょっとするかな。元旦のお酒とも戦ってくださいね、飲まないように。2日がありましたらね。きついじゃないですよ、今それはきつい。この時点でもみたいが震えてるから、手が震えてるから。お二人が最近腹が立った出来事ってありますか？若い人に教えてもらった咀嚼音のアプリ。聞いて気持ち悪くてどこがいいんだよって言いましたね私はあの夏休みでロンドンに行った時に全部パスポートから全て釣られて、やっぱりそういう油断していた自分にむちゃくちゃ腹が立ち、まああのそれプラスあのその擦った泥棒の手際の良さになんかもう嫉妬を感じました。どうしてあまりにもあまりにもテクニカルなんで、彼らはすごい戦ってると思う。褒めるんじゃない、うまいのよって言ってましたから、ね、うまいダメでしょ。嬉しかったこと教えてください。この公演が決まったことかな。誰でできるなんてすごいなと思いました。私もそれはすごくあの夢のような話だったんで、とっても嬉しくて、いや以上ですね。ミュミュッとしないギヨー懐かしいでしょ息子さんの結婚式とかないんですか？ああそれは普通に嬉しかったですね、うん、あのみっちゃん、それこそ武道館で、うん、みっちゃんのライブを聞きながら、その日にその客席で報告を受けたんで、母さんこの人と一緒になりますよって報告を受けたんですよね、武道館で、うん、これからみっちゃんのライブだっていう時に、うん、そしてすごい面白いのに涙をほろほろと嬉し涙を流しながら見ました。なのなんと森山直太朗さんの結婚秘話聞いちゃいました。それでは再び清水ミチコさんのライブモノマネ女性アーティスト編、お楽しみください。気分次第で抱くだけ抱いて
武道館公演が決まりました。今からとても張り切りまして、どういう構成にしようか、どういうゲストを呼ぼうか、毎日そんなことばっかり考えています。ぜひいいお正月にするためにも皆さん遊びに来てください。というわけで、武道館、私も本当に数少ない武道館でのライブで、今回これが人生最後かもなって思っています。でもたくさんの舞台に立ってきたので、きっと楽しいライブになると思いますので、ぜひ皆さんお正月、遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。特にライブどんな内容になるのかすっごく気になりますね。それでは清水美智子さんの大爆笑間違いなしのモノマネレパートリーお楽しみください。もし面影の沈丁け溢るる涙のつぼみから一つ一つ香り始める。お早めにお楽しみに。